マイケル・ガーデナーは、アメリカ合衆国、ミシガン州デトロイト出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはガード。183センチメートル、78キログラム。スピードのあるドリブルを武器に得点、アシストを量産する。テキサス農工大学、サウスイーストルイジアナ大学から2005年に、ニュージーランド NBL のカンタベリーラムズに入団。2007年、 BJ リーグの新規参入球団であるライジング、福岡に移籍。1シーズン目でのプレイオフ進出に貢献するとともに、サークル計算クス週間 MVP、月間 MVP も獲得。2008年、浜松、東三河フェニックスへ移籍。1試合平均6.52本でアシストを獲得。得点もリーグ3位の1試合平均25.52点を記録し、 ベスト5にも選出された。チームはイースタンカンファレンス1位でプレーオフに進出したがカンファレンスファイナルで敗れてシーズン3位。2009年高松ファイブアローズへ移籍。1試合平均7本のアシストで2シーズン連続でアシスト王を獲得。2011年秋田ノーザンハピネッツと契約。秋田では 中心選手として2年目のチームの躍進を支えたが、12月11日の宮崎戦でラボ骨を骨折、12月19日に契約解除となった。ありがとうございます。